はい。はい。あれ。アルプスの。アルプスの。アルプスの賭博目視録。開示。開示になっちゃったよ。どうですか。ヌールポチジ。ああ。ヌールポチジはやめないけど、はい、あっちをやめちゃったね。あっちやめちゃったね。あ、これかな。え？はあ。ああ。これかな、ひょっとして。設定？音の設定？うん。あ、さっき、かの高名な。はい。あ、音伝わってますよ、これ。大丈夫です。音出てる？音出てます？ザワ。ザワ聞こえるよ。よかった。はい、さっきかの有名な、はい、高名な作曲家であるところの、はい、ラフスケッチ AKA 宇野さんにね、おなんかここの PC の PC の音を上げると、うん、シュワーンと音しませんって聞いたら、あ、しますよねって言ってて、おう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 、ちょっと触ってみたんですけど分かんなかったですって言われて、おうおう、かの高名なラフスケッチ AKA 宇野さんが分かんないんだったら俺分かんねえわと思って諦めました。はい、諦めたんですけど、今ちょっとプロパティを開いたら、はい、これ両方とも上がってる、上がってなくていい。ああ、それは音声の出力入力のプロパティですか。これは録音ですね。録音。ざわわざわわざわわ、これかな。でもなんか確かに2箇所ともビヨって上がってるから、うん、二重に音が入って、それでなんか、あ、でもリバーブっぽくなってるわけではない。シュワン。今ちょっと変えてみます。変えてみますか。片方オフにすればいいのかな。そういうわけでもない。はい、ウェイ、あああ、ちょっと戻しましたね。はい、え、こっちなの。そっちを、はい、そっちオフ。ああ、ああ、今出てますね。こんにちは。あはは、こんばんは。この状態で PC の音をベッチ上げてシュワーンってなるかですよ。はい、シュワーン。なるわ。なったわ。なったわ。なってるわ。シュワーンってなっちゃう。一緒だな。でもこれは殺したぞ。片方録音の2つあったうち1つを消してすっきり。うん、もう1個殺した。はい、シュワンって言ってますね。え、言ってる。言ってます、言ってます。あれ、さっきよりは良くなったような。うん、気のせいか。気のせい。まあ BGM のシュワンっていうブリヤーンって音するよね。ほんと。うん、こいつも殺してみるか。ビシ。あーあーあー。三四も殺してみるか。あーあー。言ってますね。言ってる。言ってますね。ショーン言ってますね。うん。うん。やっぱ分かんないわ。まあでもすっきりしましたね。いくつかいらないところがオフになったんで。まあ、まあ、変わんないですね。はい。BGM の問題は他の場所。これあのさ、うん、手に負えないのこいつミキサー映ってないけど、超でかいやつ。超でかいやつ。これだってドラムの録音したいっつって持っていくやつだもん。32チャンネル入るもんこれ。でなんか AUX が4つあってさ、なんかこれがこうなってこうやってこうなって、しかもこの PC からオーディオインターフェース1回出した音をこれに1回入れて、それをまた PC に入れてるからさ、本来ルーブするやつをなんかうまいこと設定をいじってなんかやってんだけど、もうその設定の仕方忘れちゃったからさ。
このパソコン壊れたらもう再現できない可能性が高い。嘘。嘘。だからもうあれじゃない、うん、今時生放送できるさ、ビデオが4チャンネルぐらい入って、音も何チャンネルか入ってさ、うん、これぐらいの10万円ぐらいのなんかあんじゃん。あるある。あれ買おうでこれを売っ払おうぜ。ああそうしよう。これをなんか10万円ぐらいで売っ払って、はい、新しいこれぐらいの10万円ぐらいのやつ、生放送の機材買ったらこの初案問題解決するんじゃないか。しますします。ね。じゃあそうしよう。するんじゃないかしてほしい具体的な機材は知らないけど。そうっすね。今時 YouTuber とかの人、今時ね、いろいろやってるから。こいつだって V4EX だってもう古いからね、こいつね。うん。こいつだって 480p でしか出ないんだもん。え、そうなの。うん、クソですよ。え、 480? 今やそんなのあるんだ。640とかでなく、あ、縦ね。あ、縦、うん、あ、縦。横は720ですけど。ああ、あ、あ、縦で指定するんだ、うん、USB で出すとね 480p でしか出ないんですよ、今時、今時って買ったの5年前ですけどSD 画質、SD よりはマシですね。 SD よりはいい、うん、まあまあこのヌルポはね、うん、別にいいんですけど、うん、どうせ 500kbps しか出してないし、うん、機材なんか生放送用の機材いいのあったら教えてください。なんかお便りとかでもらってもいいし、うん、さてさて、ああ HD は 1920×720 か 1280×720 なんですよ。ああ、うん、フル HD、うん、高田社長みたいになっちゃう。フル HD、 フル HD のテレビがですね、ソニーのベガたまんないよね。あの昨日あの夜テレビ見てたら寿司三昧の社長が出てて、はい、なんか寿司についてバラエティ番組出てたんだけど、はい、寿司三昧のあの社長を見るだけで寿司が食べたくなっちゃって恐ろしいね。いや、わかる。寿司食べ、その話聞いただけで俺今寿司食べたくなる。寿司食べたくなる。寿司なんなら寿司三昧の社長見なくても寿司の話されてるだけで寿司食べたくなっちゃう、うん、いや、それはなるなる。寿司って聞いただけで寿司食べたくなっちゃう。なんなら今から出前取りますよ、うん、寿司恐ろしいね。今から行けるよ。魔物だ。うん、魔物寿司。魔物寿司。うん魔物寿司ねなんだ魔物あれかな、ダンジョン飯かななんかそういうやつ、うん、あの俺先週の月曜日から風邪ひいてて、なんかゆっくり具合悪くなって、ゆっくり今ちょっとずつ良くなってるんですけど、うん、まだまだ具合悪いっす、咳がね止まらない、うん、もう参ります。だんだんすごい、徒歩圏内に4軒くらい寿司三昧ある。本当に？そんなに？それそんなに？それ徒歩圏内がさすごいんじゃない？なんか徒歩で100キロ、100キロ、100キロあったら4軒あるな。そんなにめっちゃ歩くんじゃない？寿司三昧ってあれどこも24時間営業なの？そうなの？どうなの？すすきのの寿司三昧24時間だよね。そうです。よその寿司三昧は24時間営業なの？基本そうなんじゃない？違うか、そうでもないか、どうなんでしょう。すすきのは立地上、うん、24時間やってても需要はあると思うんですよね。ありますね、うん、最近行ってないけど、すし三昧俺行ったことない。あ、本当？だって高いじゃん。うん、ちょっと高い。そしてうまいかって、ね、そしてそんなに美味しいわけで、いや、まあまあまあ美味しいんですけど、まあ、普通なんだと思うんですけど、それだったらすぐ近くの花丸とか行って、うんね、うん、あの回らない、やってる間に、はい、回らない花丸行けばいいよね値段同じぐらいで倍ぐらいうまいよね、きっとね。うまいうまい、うん、まあ本当になんか終電なくして深夜とかにちょっとまあ、うん、確かにあって、そのぐらいですよ。 あそこの回らない花丸は夜深夜やってないもんね、きっとね。早いですね。12時で閉まる。うん、早いって早くないけど俺の基準だと昨晩はお楽しみだったよ今朝6時まで飲んでました。どんだけや。今朝6時までボイドさんと飲んでました。
で今日休みますって LINE に送って帰って寝ます、うん、早朝に LINE が来ました、ね、そうごめんね、ま、迷ったんだよねいや朝6時に LINE グループ LINE 送ったらなんかみんなピロンっつって目覚めちゃうかなとか、うん、ピロンとは言わなかったけど言わなかった、たまたま朝7時に目覚めて、はい、あっとそういやこれはちょっと連絡入れとこうと思ってねやっぱりね、うん、そうですね、もう始発始まってましたからね飲み終わって解散するとき ね、 ね、ただもうタクシーに乗って帰りましたけどね、さすがにね、あれですかタクシーで泥酔してあれか、はい、防犯ボード蹴って壊したりしてないか大丈夫かおいビール瓶片手にタクシー乗ってほうほうほう引き払わないこのハゲこのハゲボンボン代表やめますバンバンいろいろ混ざってるかなあ、そのトラックにしよう。あ、そうします。そういうトラックにしよう。直近1週間ぐらいのやつ全部混ぜた。全部混ぜたあのアポロで出すネタトラックね。うん、もう一個 ね、追加で撮りますか。やっぱね最近のね最新の話題を突っ込めるっていうのがポイントですから。はい、そうそうそう。ファックイオシスはね。そうそう。あとなんか博士もねトラックいつまで出したらいいって連絡くれた。やる気あるみたいだよ。いつまで出したらいいって聞いて。来ただけで出すとは言っていない。出すとは言ってない。いつまでって聞いただけだ。可能性はある。じゃあそれは後で撮るとして。でも博士は野球ネタか相撲ネタか心の窓で来ると思うんですよ。そうね。心の窓の中に相撲ネタ、ビール瓶で殴ってもビール瓶が硬くて割れないみたいなそういうのがありそう。ありそう。ビール瓶割れないんじゃないかっていう説があるよね。そう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 。硬いもんね。うんうん。あんなんで人殴って割れてるぐらいだったら輸送中に割れちゃうもんね。うんうんうん、そうそう。だからいろいろ読みましたよ、ツイッターで。ツイッター情報ですけど、硬いから頭蓋骨の方が割れるって。ビール瓶。痛そう。うん。死にます。で映画とかでビール瓶パリンって割れてんのは飴細工で作った柔らかいやつだそうだよね、うん、キンキンに冷えたビール瓶冷たそういやうんまあうんまあねこういうものにダンってやれば割れるでしょうけどね。あそうそう人間の頭はね、うん、キリンのビール瓶がですねなんで高さ混ざったの分かんないけどビール瓶は硬いところで割って刺すんですよって物騒なコメントそうそうなんかそれもなんか見たなんか強そうだね、うん、あと上司をビール瓶で殴る時の作法は、うん、ラベルが上か下かって話もありましたねどっちなんだろうなやっぱラベルちゃんと見えた方がいい。でも誰に向けてこうなっちゃってるから、うん、こうなったらラベル下の方がむしろ見えるんじゃないか、うん、そうだよね上司に見えるようにねバーン失礼しますバーンドーンビールいかがですかって上から失礼しますドーンFF 外から失礼しますポリコレボーかっこビール瓶違うなうん、クソリップやりますか、はい、今日は特に何もないんで、あ、そうだ、あれだ、これのプレゼントを先週忘れたんで、はい、どうしたらいいんでしょう、これチルの何名様にプレゼントしたらいいんでしょうか。いっぱいあるよ。あれどうしたらいいのか分かんないんだよな。まだ十何袋あるんですけど、はい、どうしたらいいのこれ。1、2、3、もう一箱ある。5、6、え7、8、9、10、あ、ここに10、うん、11、まだいっぱいありますから。そうどうしようか。全プレ、うん、全プレ全プレ1人に10個。ん1人に9個チルノだから。うわあ。じゃあとりあえずお便りをとりあえず募集して9名様にあげればいいか。そうしますか。1人1個2個あげてもどんだけ空気ないのだってあれでしょ、1個これ宇田テトラさんに送ったんですよ、うん、イラストの、
テトラさんに送って、1個この前ここで食べて、スマポンが1個持ってったよ。おお、ほんと、うん、だから3つしか減ってないじゃん。20個ぐらいもらったから、あ、阿佐ヶ谷に送る。ああ、ああ、賞味期限は、2019年10月30日ですから。長いね。長い。そのうち阿佐ヶ谷で、うん、トークイベントライブ、イベントライブをやるときに、うん、なんかするか。そう。てか阿佐ヶ谷でさ、うん、500円とかでカレーとしてさ、出してもらえば。出してもらえば。横流し&販売しちゃう。博士に。はい。送る。うん。結婚祝いに。うん。そこは賞味期限9月9日にしてほしかったな。確かに確かに確かに。難しいな。2019年まではあって。うん。10月30日欲しい。来年のなんか春の M3 の前の日とかにまた。ラジオ祭りかなんかやるんじゃないですか。ああ、やりますね。その時に一緒に食べよう。そうしますか。M川店長、800円で出しましょう。確かカレー800円ぐらいだったよね、あの店ね。ああ、そう、うん。これなんか買ってきたレトルト、うん、もらってきたやつ開けてビャーってやって800円だよ。原価500円、あ、原価ご飯の分しかないから、50円ぐらい、100円ぐらい。まあ原価でね、原価で買っちゃいけないですよ。人件費とかね、いろいろかかってますから。地代家賃とかね。まあじゃあ阿佐ヶ谷でみんなで食べますか。それにしても9個ぐらいあげていいね。まあそうね。じゃあなんか適当にプレゼント応募コーナー宛てに送ってもらうことにしよう。うん。なんかキーワードとか決めますかこれ。キーワード、うんこかな。え青い、俺青いうんこってなかったよ。ほんと、うん、平気だったよ。俺量の問題なのかな。俺見なかったわ。うん、うん、一食分丸々食べると多分青くなるんじゃない。ああそうか、ボイドさんは青くなったって言ってた。言ってたね。うん、なんだろう、特に欲しいですって。欲しいチルの、欲しいメウ、違うね、欲しい。じゃあ食べるの、青色、このカレーに使われているのは青色何号でしょうかっていうクイズを出そう。で答え書いてもらう。適当に。はい、何でもいいや。何でもいい。うん、じゃあそういうことにしましょう。青色9号とかね。うん。青色1号って聞いたことあるけど、2号以降聞いたことないんだよな。そうね、ディックディックカラーで言うと、ディックカラーで言うと、ディックで言うと何番なんだろう、分かんない。宿便チルノちゃん、ひどい。元祖宿便チルノ、ひどいひどい。じゃあラジオやりますか。はい、ラジオ。ラジオとは、ラジオってなんだっけ。ラジオじゃないんだよな。映像ついてるしね。そしてもうラジオ電波使ってないし。ねえ、なんと言ったらいいんでしょうね。ヌルポ放送局とは何なのか。トークコンテンツ、トークコンテンツ。あ、そうそう、さっきツイートしたんですよ。なんかありました？これお、さっきヌルポ放送局始まる5分ぐらい前に、最近流行りの、はい、嘘中国語、あのアズレン中国語、あ、あの緊急車爆案件とかなんかあるじゃん。ありますね。あれが本当の中国語なのかよく分かってないけど、アズルレーン関連の画像とかにみんなが面白がって、うん、あのひらがなを省略しただけの日本語を、なるほど、書いて、嘘中国語で書いてるんだけど、このあと夜21時より在
新鮮的ヌルポ生放送、今回普遍的通常内容物ハオシーラハオシーラ適当なエセ中国語を足してこのツイートしましたけど、はい、あいいねついたツイッターであの小前さんがねいつもメッセージくれてる小前さんがね、はいはいはい、電車の中でヌルポ聞こうっつって、はい、この間のやつ、うん、チルのカレー美味しいで始まってるやつ、はい、そしたらあのイヤホンのジャックを刺さずに再生始めちゃったと、はい、本当はイヤホンで聞きたかったんだけど、あそしたらチルのカレー美味しいが車内に鳴り響いたって見ましてね私ひらめきました。え冒頭で、はい、放送禁止用語をでっかい声で言ってやればですねひどいあの事故になるということを思いつきましたので、ちょうどいいやつがありましたのでご読みますね、はい、パンポン1920年前後の日立製作所山手工場では操業時間中には門が閉じられ外出できないこともあり、休み時間にキャッチボールが盛んに行われていた。しかし頻繁にボールで窓ガラスを割るのも者がいたため、工場内でのキャッチボールが禁止された。それをきっかけに地面に線を引いてコートをかき、ゴムボールを手で打ち合うようになった。その後手の代わりに廃材の板切れを用いるようになった。1929年にルールが作成され、当時の日立工場長であった高尾直三郎によってパンポンと命名されたパンポンと命名されたイオシスヌルポ放送局。おパンポンとは言ってないだから卓球のことをピンポンってそういうことかな言ったりするけど、そっから取ったのかい。そっからまあ卓球に似てるようなものということでピンポンパンポンっていうことなのかな。ポンポンパンポン、はい、こんなに古いものだと思いませんでした。1929年ってこれなんとか戦争の頃でしょなんだっけ、何戦争だっけ。大東亜戦争、砂漠戦争でしたっけ太平洋戦争、もっと前か、もっと前、第一次世界大戦、あれかい、日露戦争とかそういう辺かい。日露、日中戦争、日中戦争だ。日中戦争ってありました。日中あったはず。日中戦争ってあのあれのあれだじゃないの。あれのあれ。おパンポン。ヌルポ放送局です。日中戦争と日夜戦争。日夜夜中深夜戦争。2017年11月17日配信第636回ヌルポ放送局をお送りするのはイオシスの拓也とゆうのよしみです。今日は普通の放送ね、うん、こう世の中平和じゃないとね、うん、あの普通の放送できないんですよね。そうそう、戦争とかやめてほしいなと思ってます。いや、やめてほしい ね、空母三隻とかね危ないと思うんだよねうっかりトーンって撃っちゃうと思うんだよね。日本海にいるんでしょ今。いるらしいですね。ひえー、空母4隻しかないんだよ。え、4隻中3隻いるんだよ今。4隻日本海に。アメリカの空母、はい、え、アメリカの空母、でっかい空母4隻、でっかいやつは4隻しか持ってないの。まあちっちゃいのあるんでしょうけどね。ほうほうほう、うん、あ、すげえやつ、すげえやつ、イージス、原子力、イージス、なんとか級、なんとか緊急射爆、射爆射爆されちゃうやつ、ね、射爆空母、あずれのやりすぎだ、はあ、うん、なので、はい、特に何もないです。はい、平和です、はあ、やりまーす、はい、この放送はイオシスの提供でお送りします。イオシスの CD リリース即売会ライブイベント、イオシスメンバーのよまいごとなどの情報がまとめてゲットできるイオシスメルマガは、2週間に1度くらいのあんまりうざくない読む気になる程度の不定期配信。イオシスショップトップページから気軽に登録してみてください。イオシスメルマガを読んで苦毒を積もう。
お便りいただいてます。はい、群馬県ミーズさん、あざす。あざす。拓也さん、社長さん、ゴジラさん、こんばんは。こんばんがお。プロ野球ファンの集いに行ってきましたのでその報告をします。はい、チクリン、この中にクライマックスシリーズに出てない人が一人います。博士、謎の魚は出た。ん、あ、わかりません。謎の魚、謎の魚、マリーンズの濃い、あ、カープ、あ、違う、マリーンズ、え、マリーンズ、なんかね、ん、まあ、マリーンズだから魚いてもいいのかなって感じですけど、はいはいはい、謎の魚いるんですよ。イルカみたいな、うん、あ、違う、魚、イルカは魚じゃないでしょ。ほんとだ。え、マリーンズってもともとキャラなんだっけ。ツバメ。ああ、そっか、はい。なぜ魚、ツバってあれヤクルトと被ってません。え、ツバクロはどっち。ヤクルト。マリーンズはマー君。え、マー君、マー君じゃなかったっけ。マー君って田中マー君だな。もうぐちゃぐちゃです。ぐちゃぐちゃです。わかりません。謎の魚は出た。ブラックエンド、ホークスファンはド M にしかなれない。ヤクルトは練習量が足りなくて体ができていないのが怪我が多い理由、かっこコーチ団。高橋監督の目がどんどん死んでいく巨人。名古屋ドームの放つ負のオーラ。つば九郎、プーチンの真似したら社長がマジギレ。ヤクルトの勝ち数よりサファテのセーブ数の方が上。博士、今シーズンのロッテの見どころは謎の魚しかない。見知らぬ夫婦からチケットを譲り受ける。森野真子、おしっこシャーシャーしてね。え。球場でファンに写真を撮られていた古田千佐子さん。博士、ストップ、ステージの上の日本シリーズ終了。しかし喋り続ける森野真子さん。博士、森野さんがどんどんおばさんのようになっていく。その場でパワポの間違いを直す博士。ゴールデングラブ賞を獲得した選手の似顔絵色紙を18枚描いてきたブラックエンドさん。おう、とのこと。11日昼にあったそうです。はあ、プロ野球ファンの伝え。森野真子さんね、ユッキの人ね、ユッキね、おしっこシャー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 してきなさいって、それ休憩時間に言ったんですね、きっと。だと思いたいですけども、うん、そうですよね。そうですよね。いやー、わかった、謎の魚分かった、俺思い出した、あれでしょ、うん、なんかベロって中身出るやつでしょ。そう、あのなんか俺ズーシーホッキーにちょっと似てんなって思ったですよ。確かに方向性近いですよ、うん、あれね、確かに狙いすぎ感ねあるね、うん、これこ こういうのやれば面白いんでしょって。確かにね、うん、あカモメっていう説が、そうか、ツバメとカモメか、カモメか、あっちはツバメとカモメ違うね。そっか、ツバメとカモメは違いますね。カモメだから海の魚、あ、海の海の鳥って感じ。うん、そうですよね。うん、そうかそうか。そうかそうか。納得。いや、盛り上がったみたいで、そうですね、イベントよかったよかった。めでたしめでたし。ね。続いて、はい、東京都マッシーさん。はい。ヌルポの皆さん、こんばんは。こんばんは。たった1回で廃止された幻のコーナー、忖度のコーナー、なんとその忖度が商品化されることになりました。ファミリーマートツイート内容、社内で検討話した結果、流行語大賞を取れそうな忖度と獣フレンズのどちらかで商品化することになりそうです。皆さんはどっちがいいですか。どっちかって、そのどっちかなんだ。でアンケートを取って、ツイッターアンケート、お待たせしました、投票結果に女子も驚いていましたが、皆さんからいただいたご意見通り忖度を商品化することになりました。人の気持ちを押し量るものを商品化、一体どんなものが出るんでしょうか。皆さんも忖度が商品化されたらぜひファミマで買いましょう。なんかその後ツイッターがさらに更新されてて、はい、なんか食べ物っぽかったけど、パッケージの一部だけ見えたんですけど、おうほう、謎忖度の商品化、食べ物、わかんないですね。なんか新しいキャラクターかな、違うな、わかんないですね。忖度くん、
もうすぐ20日に発表するって言ってました。あ、キモフレの商品は普通になんかちょっと取り扱ってるんでね。あ、ファミマでね。あ、そっかそっか。何なんでしょうか。忖度。今年の流行語大賞は忖度なんでしょうね、きっとね。まあそうでしょうね、うん、流行語大賞ね。もともと去年まで一人も使ってなかった言葉ですからね。いや本当ね、最初読めなかったし、書けない、書けないというか書けるけどなんだこの字みたいな。うん、まだ多分我々の知らない単語あるんでしょうね。先週もお便りでね、ランキングのコーナーで四字熟語いっぱい出てきましたけど、新しい言葉来てます。これお北海道小前さん、あります。皆様お晩でございます。小前だと思います。お晩です。チルノカレー頂戴したいです。キーワードはゴルバトロチでよろしかったでしょうか。まだ募集されてませんでした ね。もし本当に抽選が行われるようでしたら改めて応募します。遅ればせながらヌルポ放送局13周年、心よりお喜び申し上げます。ありがとうございます。ゴルバトロチ、ゴルバトロチ、ゴルバトロチ、ゴルバチョフ大統領のなんかトローチかなんか、あの、あの獣フレンズビスケットみたいな、そういうゴルバチョフジャパリバみたいな、そうそうそう。ゴルバまで来るとゴルバチョフしか浮かばないよね。はい、検索してみたんですけど、はい、一件も出ませんでした、検索結果。ゴルバトロシクスって、あの強そうな単語が出てますけど、ロシア版、 ソビエト版。赤いんでしょ。マンボウが、まあ、ソビエトはあの航空産業盛んですからね、うん、宇宙行っちゃう。宇宙行っちゃう。赤くてあのマンボウにあのなんかあの黄色いあの船の怒りみたいなあのマークついてるんでしょ。怒りじゃないか、あれなんだ、ソ連の国旗のね、あのクワクワ的なやつ、クワ、あれね。ゴルバトロチ、ゴルバトロチ、ちょっとこれ流行らせよう。ゴルバトロチ。本当何も出てこない、一件も出てこなかったよ。ゴルバトロチ、皆様明日会社に行ったらゴルバトロチっつって、いやこのラーメンすごいゴルバトロチだね、使ってください。出ない、やべえ、出ない。Google マップ検索、おマップでゴルバトロチは見つかりませんでした。でしょうね。釜か、釜好き、クワ。来週から履いてないの記事が検索でゴルバトロチ引っかかる、出ますね。そういうの狙ってるから。ところでカレーを先週うっかりプレゼントし忘れたもんですから、はい、募集しますね、はい、欲しい人がいるようなんでね、はい、うん、ちゃんこさんからたくさんいただきましたので、うん、皆さんにお裾分け、うん、9名様に1人1個差し上げます、はい、キーワードはこのチルノカレーに使われているのは青色何号でしょうか、はい、答えを書いて、はいてない .com の投稿フォームのヌルポ放送局の下のプレゼント応募コーナーの方に、青色1号って書いて送ってください。あ、1号でいいんだ。何号でもいいです。あ、はい。青色9号でも、はい、コント55号でも何でもいいです。送ってください。9名様、9名も送ってくるんでしょうか。いやー、わかんないですね。9名いかない可能性ありますね。いかないんじゃないですか。全プレなんじゃないですか、これ実質的に、うん、ありうる。今視聴数、視聴数91ですからね、うん、どうなんでしょうか。どうなることやら。まあ残ったら来年の阿佐ヶ谷のイベントとかで何らかの形で振る舞う感じになるかもしれません、うんうん、はい、そうしましょう。有料になるかもしれません。振る舞っちゃうと前川店長が、うん、弊社のカレーはってことになっちゃうから、うん、やっぱ金取ろ。900円、900円取ろ。前枠から100円上がった。前枠では800円って言ってたんだけど、チルノだから900かな。そうだね。うーん、だってこれ買うと5、600円すんだもん、カレーだけで。そうそうそう、うん、ね、はいはい。じゃあ欲しい人は送ってください、うん、続いてはい、山形県黒丸さん、あざす。ヌルポ放送局の皆様こんにちは。こんにちは。
インスタ映えとかインフルエンサーとか最近は情報の処理が面倒なんですね。朝のニュースを見ていた母親が一言、新種のハエが原因で新型インフルエンザが流行しているのね、困った世の中になったね。忙しかったので放置しておきました。帰宅後に父親も新種のハエは怖いねと言っていました。ああ、今後どうなるか楽しみです。ああ、インスタ映え、インスタ映え、インフルエンサー、インフルエンサー、はあ、そうなっちゃうと、そうなっちゃうんだ。カタカナが多すぎるよね最近ね。多いね、カタカナだらけですよ。多いね、うん、漢字メインでいこう我々は、うん、そうだからもうこの後一切カタカナ言いませんから。お、ひらがな、あ、そうか、カタカナを言わないで、うん、漢字、ひらがな、ひらがな、数字、うん、でいこう、はい、よっしゃ。あれかい、なんかカタカナ語英語禁止ゴルフみたいなやつかい。英語禁止より難しいと思うよ多分。喋れないと思うよ。すでにもうゴルフって言っちゃったし。たま入れ、玉打ち、穴入れ、遊び。難しいよね。固有名詞は難しいよね。確かに、うん、もうインスタ映えとか言いませんから。続いて、はい、とっくん P さん、長野県アザス、アザス、これ書いてあるのはしょうがないからね。あ、はい、オープニング朗読コーナー宛て、はい、昨今音楽ゲーム界隈ではチルノのパーフェクト算数教室9周年旋風が流れたり、各機種切磋琢磨してますが、毎年年末恒例となった2つの大会が動き出しました。1つは天下一音ゲー祭、音ゲー祭り、うん、音ゲーを出す4社6機種で日本一を決める大会である。もう一つはコナミアーケードチャンピオンシップ、今年で7回目、毎年白熱の戦いをする10機種で行われる大会です。2つとも決勝戦は来年になるにせよ、今年はどんなドラマが生まれるのか楽しみですとのこと、うん、そうなんだよね、 KAC と天下一音ゲー祭ね、やってください、ぜひ。あとね、あの三国志大戦も全国大会ありますね。本当？三国志大戦今エリア、あ、店舗大会やってますね今ね。はいはい、店舗予選。なんかあれでしょ、三国志大戦のあれ、前も話ヌルポでしたっけ、ブラウザ三国志の話。あ、いやいやいや、ブラウザ三国志の話してもいいんですけど、三国志大戦の筐体をなんか泥棒しようとした、うん、ああ、あれじゃない、カンコレじゃないの、カンコレか、泥棒というか、うん、なんか深夜にカンコレでどうしても、鹿島だかなんだかのカードを出したくて、はい、夜中に忍び込んでやるんだけど、うん、残念ながら夜中は稼働しないんだよね、はい、残念みたいな。でもね、実際ね、カードショップ行くとね、高いんだよね、カンコレのカード。レアなやつ、島風とか。あ、かわいそうに。そうそう、あ、そうだそうだ、鹿島最近実装されて、それでなんか無理やり筐体をなんかこじ開けて、うん、あ、そうだそうだ、なんかこじ開けて取ろうみたいな、うん、でも印刷されてないから、そう、真っさらな真っさらな鹿島が、透明な鹿島が、それぐらい調べていくよね、普通に。三国志大戦とかカンコレとかはオンデマンド印刷なんで、真っさらな紙が入ってるんだよね。そうだったそうだ、そうなんですよ。そして三国志大戦に至ってはあれでしょ、うん、そう、ID というか、なんか IC カードと紐づいているので、うん、盗んでもダメで、カードショップには売ってません、中古が。うん、買い取りもやってない、やってない、もう相当めんどくさいからやんないですよね。うん、ねえ、そうか、そうだよね、カンコレはね、そうだね、転売めっちゃされてますけども、 ID と紐づいてないからね。うん、鹿島海中波 130K、 高い、13万円、高い、そんなに。あ、でなんかホロとか、うん、ホログラムとかのはすげえんでしょ、もうやばいんでしょ。俺が最近よっと入金になって解決した5月の、うん、はい、あの水漏れ事故の保険金が13万円ですよ。わあ。半年かかりましたけど、わあ。13万円いただきました、すごい。じゃあそれで鹿島を買ってもらって、あの鹿島海中波を
つらい。13万はなかなか、それ買う人いる、そっか、いるのか。かこれなんかさ、あのいわゆるカードゲーム、あの、うん、MTG とか、うんうん、だとなんか他の人ともう向かい合って対戦するから、うんうん、で大会とかもあるし、うん、勝ちたいじゃん、うんうん、だから強いカード欲しいから高値で買うのは分かるんだけど、うん、カンコレアーケードって別に誰かと争うわけじゃないから、別に強いカードだからといってってわけじゃないから、うん、もう純粋にいやらしいカードが欲しい、鹿島が欲しいという気持ちなのかな。確かにね、分かりますよ、すごく手元に置いておきたい、うん、まあね、なんというかその画像 JPEG とか PNG で保存とかじゃなくて、そのカードとして物が欲しいって、うん、あ、全部集めてる人もいいのか、カード、あー、そっか、がっつりカードコレクター、うん、そっかそっか、ありそう。あと鹿島は全部揃えるとか、うん、そっかそっか、なるほど。うーん、13万円またあれでしょ、多分偽造カードとか作ろうとする人とかいるんでしょうね、わかんないけど。いや、難しいんじゃないですかね。まあそうね、フォローとかどうやって印刷してるんですかね、うん、あれね、オンデマンドで ね、うん、筐体でね、すごいよね、わかんない、うん、いやいや、技術の進歩、そうね。ちなみに三国志大戦であんまり早く試合終わらせると印刷待ちになります、うん、あガチャコーガチャコーっつってドジャーっつってパリーンつドーンってやったらもう、そう、あっという間に終わっちゃったら、終わっちゃう間に合わない、印刷が間に合わない。そっか、ゲーム中印刷してんだ、うん、あ、そっか、じゃあ別に試合結果っていうかゲームの結果でなんかレアになるとかそうじゃないとかじゃないわけだよね。そう言われてみれば別にクレジット入れる前に1枚印刷しといてもいいような気もするけどな。どうなってんだろうな。ああ、そっか、1枚、うん、次の最大3枚出力されるのね。ああ、まあいいや、おセガさん、セガさん教えてください。セガのですね。ベガですね。違った、何もかも違う。あ、ストリートファイターのですね。いつの話。ヨガの違う。なんだっけ、ダルシム。ダルシムのですね。ベガですらない。ベガのヨガがですね。もう何を言ってるか分からなくなってきましたのでやめます。やめましょう。パワープレイいきましょう。はい。高田社長の真似をすると頭がおかしくなってしまう。言動が怪しくなってしまう。ああ、なるほど、そうか、印刷してあるとさっきの強盗みたいなのが発生しちゃう可能性あるのか。ああ、そういうこと。なるほどね。パワープレイです、はい。2017年11月のパワープレイはこちらでございます。ロキドモン東宝ザベスト、ちゃんと映ってます？よっこらしょ、よいしょ。ロキドン東宝ザベスト売れてます。10月15日悪霊神社秋季例大祭にてリリースになりました。 CD2 枚組25トラック収録でございます。こちらから確かディスク2の13トラック目の一番ケツのトラックだったような気がします。うん、違ったっけ。そんな気がする。曲名そして誰もいなくなったザ・ベストスタイルということで、グルコスの曲をまたアレンジを変えたというトラックになってます。歌はアニーさんです。聴いてください、どうぞ。傷つくことにも疲れて全部あ
さて、あれやります？あれあれですよ、あれ、奥さん、あれですよ、あの例のあの忖度のコーナーではない。そうそうそういう要素もある、要素もある、うん、忖度のコーナー違う、平野正コーナー、平野正コーナーいただいております、はい、3択で、フレッシュのアンケート出しますので皆さんお答えください、はい、3分の1ずつになったら優勝です、はい、福岡県 E チャンピオンさん、あざす、あざす、こちらよいしょ、一度でいいから見てみたい10連すべて SSR、 たよりさんがキング牛丼を平らげるところ、女房がへそくり隠すところ、女房がって女房がへそくり隠すところってもともと笑点で誰かがよく言ってたんだっけ、まあ、歌丸師匠が言ってましたけど、あれはなんか元ネタあるんですかね、落語家なんかにね、あるのかな、全然わかんないけど、一度でいいから見てみたい女房がへそくり隠すとこ、歌丸です、だね、そんな感じだね。でもなんかすごく印象に残ってるけど、毎週言ってたわけじゃないじゃん当然そうですね、だよね、1年に1回ぐらい言ってたのかな、結構言ってたような気がするけどな、そんな気がするよね、まあ自己紹介の言葉はそっか、うん、毎週全部全部あの長い歴史の中で全部全部違うってことはないのか、うん、まあ、この中で一番あり得るのは頼りさんがキングを平らげるところ、そこは多分これは割と見れる、うん、実現可能可能、10連すべて SSR って相当難しいんじゃないか、これはなかなかないでしょうけど、あるんですかね、なくはないんでしょうけどね、確率だとすればね、なんかそういうスクリーンショットとかさすがに俺は見たことないけども、スクリーンショットツイッターとかで上がってたらでも有名になるよね、うん、まあそんなことになったらワビソースでしょうね、え、わびソースね、わびソース、わびソースね、わび石ならぬわびソース、ドラゴンボールのなんだっけ、ソシャゲ、ドッカンバトルかなんかで、うん、おわびとともにプログラミングのソースCプラのコードが出たんでしょ、うん、びっくりびっくり、女房がキングで SSR 結果出します、どうぞ、10連すべて 52.6、 キング 31.5、 女房 15.7 女房は別にどうでもいいですねSSR みたいね、そうね見たいね、全部ニナちゃん全部ニナちゃんの SSR、うん、それやばいな、それ出ちゃったらバグですよね、バグさすがにバグだね、あ、もう接待プレイですよね、それね、それはもうワビソースですわ、あの偉い人がやるときに、なんか、あ、接待ガチャ、接待ガチャ、接待マージャンとかみたいに、接待パチンコみたいに、あの設定がガバガバになっていて、あのマージャンだったらもういきなり国士無双天宝、天宝もう上がっとるっていう、面白くないよねそれねいくら接待麻雀だからって毎回めくるたびにあのあもう揃っとるやんつってちゃんと積み込んでおいてさ、こうすげえツモがいいみたいな、そんな感じにしましょうどん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 集まっててこうしこあスワンコかなんかがボーティングみたいな確かにさ、10連すべてニナちゃん SSR だとそれに近いよね、もう毎回国士無双になってるっていう、引いても引いてもニナちゃん SSR しか出なかったらさ、うん、かえって使えないよやりすぎ、やりすぎ、忖度しすぎ、やりすぎ忖度、続いてあれ以外の3倍さん、石川県、はい、いただいております、こちらドン、どんぶりといえば出てます、うん、天丼、カツ丼、母娘丼、なんて読むかなこれ、親子丼、親子丼か、親子丼って呼べばいいかな、親子丼って読んでいいのかな、普通の字とちょっと違いますけど親子丼、親子丼、意味、まあ、意味はちょっと皆さん忖度していただいて推し量っていただいてですね、あでも、あカツ丼食べたくなってきた、カツ丼もあれだよね、カツ丼って言われるだけでちょっと食べたくなっちゃうよね、なるなるなりますね、天丼はそこまででもないな、
天丼最近俺あんまり食べようと思わないな。天ぷらは食べますけど、うん、飲み屋さんとかで、うん、天丼、カツ丼は、カツ丼とか親子丼はでも食べるね、うん、母親子丼の年齢によるご返還ですよってコメントいただいてますけども、そうですね、まあ天丼のタレだけで食べることはある。天丼のタレだけ、タレだけよくあのうな丼はタレでいいんじゃないかっていうやつありますよね。はい、結果出します。天丼 7.6、 カツ丼 69.2、 親子丼23。お、親子丼頑張りましたね。おお、カツ丼人気ですね。やっぱカツ丼だな。カツ丼か、じゃあコンビニでカツ丼買って帰ろうかな。セコマのカツ丼ですよ、ホットシェフの。あ、セコマ、ホットシェフといえばカツ丼ですよね。ホットシェフってあれ本当にその場で店舗で印刷してホログラムをつけて、うん、お金を入れてから作ってくれる。すごいね金を入れてから作ってますセイコーマートは北海道にしかないから、あ、まあ北海道、東北ぐらいあんのかな、ちょっと、うん、ホットシェフまであんのかな、うん、ホットシェフ食べたことない方はね、札幌来たら、うん、試しに、試しにホットシェフカツ丼、カツ丼とザンギとポテトフライと、うん、爆弾おにぎり、うん、これ全部食べるとお腹いっぱいになりますだいぶいっぱいですよ。2回ぐらいいっぱいになりそうですよ。2食ぐらい済みますから、うんうん、続いて、とっくん P さん、長野県、あざす、あざす。あなたが始めたアイドルマスターはどん、おう、ナムコプロ、かっこ開けます、 XBOX、 PS3、 PS4、 ミリマス、ミリ下、うん、B、 なんて読むんだっけこれ、ミシロプロ、ああそうだミシロプロ、うん、ミシロプロ、モバマス、デレステ、デレマス VR、うん、デレマス VR ってどうなったんだっけ。ありますね。どう VR ライブ見れるやつでしょ。ああ、あれ、あ、そうなんだ、ライブビューイングじゃないや、なんだ、あ、すごい、あ、いいのか、うん、正式名称忘れた。 C、 これなんて読むんだっけ、最高プロ、はあ、はい、ちょっとご存じ上げなかった、あ、サイド M、 分け合ってのやつでしょ、最高プロ、はあ、あれでしょ、 M マスでしょ、うん、うん、M マスでいいのか、 M マス、 M マス、サイド M、 サイド M、 サイド M、 あとね、まあこの今日はこの3択ですけども、はい、まあ黒いプロっていうね人も、敵役でね、黒いプロ、黒い社長ってね、ほう、出てきましたけど、961、ほう、いろいろありますね、いろいろあります。あ、バンナムプロもあったような、そうだ、あったね、あったね、あったね、876でバンナムプロ、バンナムプロ、あ、忘れてしまった、どこだっけ、ジャニーズプロ渡辺プロとか始まっちゃうよこれ結果出します、ドン、ナムコプロ 57.1、 ミシロプロ 35.7、 サイコープロ 7.1、 はい、サイド OM 人気あんのかい、どうなんだい、あるんじゃない、女性に、ね、女性に大人気じゃない、アニメとか見てんのかなみんな、うん、ねえ、あ、バンナムプロは DS 版だ、任天堂 DS のやつだ、 DS 版などは除外させていただきます、書いてます、あ、本当、はい、はいはいはい、アニメ、そうか、アニメね、アニメやるとね、またそれで知る人もいるからね、うん、ユーザー増えてるんじゃないですか、なるほどね、今は、今あれか、サイド M は
アニメ今放送してるんだね、今期、うん、サイド M とシンデレラ劇場、うん、あ流れたんですか、あれ流れました、エンディングテレビでダンダンディンドンダンディンドンダンダンディン秋めいてディンドンダン、はい、火曜日にねテレビで流れました、おついにエンディング曲秋めいてディンドンダン、うん、アームユーヌシミコムソー、うん、で作った曲、あと間ねツイッターで塾長さんがギター弾いてますって書いてた、うん、うん、チャンリンシャンチャンリンシャン秋めいてチャンリンシャンチャンリンシャンって何年前チャンリンシャンってヌルポ放送局で久々にチャンリンシャンって言いましたけどね、10年おきに言いたいね、チャンリンシャン牧瀬里穂が CM やってたちゃんとリンスもできるシャンプー、牧瀬里穂リンスインシャンプーね、うん、うん、ティモテね、ティモテティモテ、え、ティモテもそうだっけ、どうだっけ、ティモテってあれなんだっけ、シャンプーコンディショナー、シャンプー&コンディショナー、コンディショナー忘れちゃった、わかんねえな、こうやってるし、こういう断蜜がこうやって、断蜜だっけ、断蜜当時いないですよね当時生きてないか、生きてない、生まれてない、いや生まれてた、生まれてるかな、どうでしょうね、断蜜何歳なんですかね、30ぐらいじゃないですか、そんぐらいですかね、断蜜は年下なんですかね、我々よりね、ちょっとわからないですね、わかんないね、あの加納姉妹とかもね、ちょっとわからないですね、あの年齢何歳だっけね、わかんないね、シャンプーを飲むならやめるんだ声優さんが使っているシャンプーを特定して飲むのはやめるんだ、ビドロス体に悪いよシャンプー飲んだら死にはしないんでしょうけどね、明らかに体に悪い、ね、体には良くないでしょうね、続いて、はい、あれです、黒丸さん山形県、あざす、あざす、こちらドン、スマホの画面が限界まで割れました、皆さんならどうしますか、修理する、新品に買い替える、同じ機種の中古を買う、あ、これ悩ましいところですね、割れたらどうするだろうな、まあ、画面割れだけだったら割かしなんか修理屋さん行けばカポッて外して直してくれますよね、うんうん、そうするとあのデータの移行しなくていいから楽ちん、うん、でもバッテリーが下手ったままとかそういう問題もあるじゃん、うんうんうん、バッテリー下手るからさ、うん、ほんと特になんかね FGO とかをやって出て残りバッテリー 30% とかで FGO であの位置情報今あるじゃん、あれやると急に落ちる、はいはいはい、うん、まあもう俺はこれ古いんで割れたらもう機種変ですね、うん、割れなくても機種変するんですけど、これ保護シート貼ってあるからこれ剥がせばまだちょっと綺麗になるから剥がそうかな今よく保護シールよく画面割らしてる人いるけどさ、保護シール貼ってたら割れないと思うんだよね、うん、あれ確かに、あれなんでみんな割るの、貼ってないのかな、貼ってなくて落として割ってんのかな、世話ねえなと思って、結果出しますドン、修理する 46.6 新品に買い替える 53.3 中古は0、あら、おー、なるほど、なるほどなるほど、なるほど、反応に困りますねこれね、ゼロゼロ同じ機種の中古を買うゼロ、博士とかなんか前やってた気がするな、あガラケーの頃、うんうんうん、あガラス保護シート貼ってても割れるんだ、あーそっかそっか、そうか、がっつり落とすと割れるんだな、どうやっても、うんうんうん、俺携帯とかスマホとか落っことして割れたことがないので、俺もない、うん、がっつりは落とさないね、そうね、うん、でもこの前充電のケーブル挿した状態で落としちゃって、うんうん、ガンってなってちょっと充電ケーブル挿す場所がちょっと曲がっちゃって、うん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 、ちょっと不安定になったのと、うん、あと同時にバイブがおかしくなった、おあのバイブが、おバイブが変な音になっちゃって、
これマイク拾うか分かんないけど悲しい音がしたよ変な明らかに正常じゃない音ですねそうこんな音になっちゃって中身がちょっと壊れたんだと思います残念な音がしました、うん、使ってる分には困りはしてないんですけど、もうダメですねもういい加減ダメです、はい、じゃあタレのマサコーナー終了です。引き続きお待ちしております。はい、3分の1を勝ち取るのは誰なんでしょうか。うん、0% はたまに出ますね、うん、たまにあるね。うんうん、ああ誰かって言わないですけど、うん、そのスマホを充電した状態で、うん、スマホを誤って落としたら、うん、火花がバーンって出て、え、電源コンセントが落ちちゃって、ええ、大変なことになったのを見ました。見ました見ちゃった。見ました。あ、見ました。やばい。どことは言いませんけど、え、さて、はい、あれかな、ランキングをやっちゃおうかな。そうっすね。指輪、うん、指輪でいただいております。うん、北海道小前さん、あざす。あざす。ランキングのコーナー、指輪をなんとかするランキング。自分をよく表している北海道弁ランキング。うん、第3位、ゆるくない。ほう。第2位、びっこたっこ。うん、第1位、わや。わや。びっこたっこって俺知らないな。なんだっけ。初めて聞いた。びっこって。なんか聞いたことあるな。うん、ビッコは方言ではないですけどね。あ、そっか。ビッコ引くってね。ビッコタッコ放送禁止用ですね。はい。そっかそっか。うん。ビッコタッコ。ビッコタッコ初めて聞いたな。チグハグっていう意味だそうです。ああ。わやは、わやわかるでしょみんな。わやは、あ、わかんねえか。わやはね。北海道弁。ああ。わや、わや、もうわ、もうわやですよ。チルノカレーわやだべ。わやだわ。もうゆるくないわ。汁のカレーゆるくないわ。もうあれですよ。だから9月10月ぐらいの我々、うん、わや、もう大変ですよ。わやですよ。もう忙しくてわや。わやだわ、うん。みたいな。ゆるくないは大変とか。うん、しんどいみたいな意味？そうですね、うん、しんどい、しんどいに近いかもしれないですね。寒さが緩くないみたいな。それ縛れる、縛れる、うん、方言の話ね。5年ぐらい前にヌルポで方言の話したような気がしますけどね、うん、続いて黒丸さん、山形県アザス。結婚したら心がけたいことのランキング。第3位、ゆっくり話し合うこと。第2位、日々の会話を大切に。お、第1位、分かり合えないこともある。まあ人間ですから分かり合えないこともあるし、それを否定し合っても意味ありません。こんなことを未婚の私が言うのも変ですけどね。ああ、未婚なんですね。長い。はあ、もう一個あります。はい、有名な映画だけど見たことがない映画のランキング。第3位、ユーガットメール。2位、ビートルズがやってくるヤーヤーヤー、はいはい、第1位、ワンダフルファミリーベイ、ワンダフルファミリーベイビートーク3。3番目知らない。ビートルズがやってくるヤーヤーヤーはあれだよね、なんか飛行機のタラップ降りてくるビートルズのあの写真が印象的な、うん、見たことはないです、うん、見たことはない。わかる。夕方メールも見たことない気がするな。見たかな。あ、見たかもしれない。映画に詳しい鈴木さん。いやいやいや、もうね、詳しくないですよ。昔よく映画を見てましたよね。うん、めっちゃ見てた。大学生ぐらいの時めっちゃ見てた。今だったらそれこそね、映画館行かなくてもね、うん、なんとか
なんとかビデオとか、うん、なんだかアンリミテッドだか、うん、なんかで見放題ですよね。そうですよ。見ないけど。インターネットでポチポチ、スマホでポチポチ、うん、アンリミテッドブレードワークスですよ。いくらでも見れますよ。ね。ね。そういうことです。すごいね。だから、コンテンツがね、ありすぎて、はい。消費しきれない。はい。諦める。はい。諦め。もうなんかスマホゲームもいっぱいあるし、はい、やりきれないよ。時間が足りないね。全部どうしたらいいんだ。あれするにはね。うん。どうしたらいいんだ。困る。困ってます。はいはい。福岡県Eチャンピオンさん。はい。ドラクエの覚えてる指輪ランキング、うん、あ第3位、指輪といえばやはり祈りの指輪、うんうん、歩くと MP 回復。第2位、ビアンカを選びましたね、水のリング。お第1位、忘れずに返しましょう、おばさんの指輪。え、知らない。わかんない。え、ビアンカと結婚すると水の指輪ってもらえるんだっけ。5の結婚相手に送る指輪って書いてあります。え、そうだっけ。覚えてない。覚えてないか、あるいはスーファミ版ではなかったのかもしれないね。リメイクで出てきたのかもね。どうなんでしょう。ドラクエ5またやりたいんだよな。俺祈りの指輪しか分かんなかった。うん、俺もそれしか分からん。おばさんの指輪なんかクエストとかお使いで出てくるのかな謎ですね。うん、いつもの、あ、これさ、いつものともう一個、今回は読めるかもって書いたんだけど、え、両方ともちょっとえどうなんだろうって思うんですけどあれでしょ、いつものはゆうちゃんとか、うん、ビじゃあクイズにしましょうか、はい、いつもの、駆逐艦にされたいことランキング。ああそう。第3位、ゆうちゃんじゃなくて、ゆうちゃんじゃなくて床に、え、床に、え床に投げつけられる。あ、近いですよ。床に顔を押し付け、お、近い近い。足でこう顔を、あった、頭をビターンって。それ2位の方だ。え床に這いつくばって足を舐めさせられる。惜しい。靴を舐めさせられる。もうちょっと。ええ、惜しいな、もうちょっとなんだよな。床に這いつくば、床に這いつくばってなのかちょっとわからないんですけど、これね、正解はね、床に這いつくばって清水を飲ませてくれる、うん、ひどいひどいでしょ第2位、ビターンってこう、そうですそうです、ビンタされる。あ、惜しい。あれ、惜しい惜しい惜しいです。面白い。ビッグカツ、違う。なぜビッグカツ、いきなり離れた。びっくりしたわ。ビッグマック、違う。違う違う違う。ビッグマックってさっき、あの、うん、ビッコ、コメントが。ビッコ、なんだっけ。ビッコタッコ。ビッコタッコの時にコメントがついてた。うん、敏感なところを、はあ、どうぞ。敏感なところを、駆逐艦に、ペンチで、お、え万力で、そこまでビッグカメラのポイントカードでビターン、ビターン、そうです。え、敏感なところを踏んでもらうですね。別にそうだよね、 B を重ねていく必要はないんだよね。はい、そうですね。もうなんかクラクラしてきた、今酸欠になってきた。第1位は
輪ゴムで。お、違います。輪ゴムでどうするんですか。敏感なところをペンチで。いい。わわわ、悪いん、悪い子はお仕置きよ。お、そういう感じ、そういう感じ、そういう感じかな。笑いながら、うん、笑いながら、笑いながら、私のお墓の前で。違う違う。笑い泣きしないでください。正解はですね、笑いながら顔面騎乗でののしってもらうでした。ひどい。ひどいね。今日ひどいね。これ読めない方ですよね、今やったのね。ですよね。読めないですよね、これね。もう一個あります。今回は読めるかも。え？何のランキングでしょうか。第3位、指と指の間。第2位、鼻孔、鼻の穴ですね。第1位、脇。さあ何でしょう。え？え？さあ何のランキングでしょう。指と指の間、鼻孔、脇。言えないやつだよこれ多分。お、でも今回読めるかもって書いてあるよ。緊急射爆案件。あー、それはね、アウトの方ですね。え、さらにあるの？いや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 、答えはですね、今回読めるかも、駆逐艦の舐め回したい場所っていう、ね、ランキングでしたね。あ、最後にかけたいところだとアウトですねって書いてある。ああ、はい、もうダメです。ひどいひどい。フレッシュからバンされますよ。そうだね。そしたらもう来週からツイキャスでやるわ。そういうことになってます。全面的にダメでしたね。ダメですね。救いようがないですね。はあ、クラクラしてきました。もうなんか笑っちゃって過呼吸、過呼吸じゃないけど何、息吸ったり吐いたりして。昔変態のコーナーってありましたね。クラクラ、はい、ありましたね。まああれも大概でしたよね。大概ですね、うん、よくあのコーナーやってましたね。じゃあ指は以上でございます。はい、またどうしましょうか。はい、今度ランキングのコーナー。いや、指輪で思い出して、ドラクエ指輪で思い出して、今ドラクエ11やってんですけど、お、アクセサリーとかをなんか錬金釜みたいので作ることができるんですけど、あ、武器とか鎧とかいろいろ作ることができて、指輪すっげえいろんな種類作れるんですよ。アクセサリーとか無限になんかもうあって、うん、全部作るの制覇するの俺もう諦めたんですけど、うん、だから指輪やったから次はじゃあ防具。ほうにしてみよっか。ま、ほうぐでもいいですね。ほでもほうく、ほうとかくとかになっちゃってもいいです。はい、そっか、ホーグでいいのか。どっちでもいいや、同じ。同じだし。じゃあその辺で、はい、ランキング作って送ってください。はい、自由な発想で、うん、よろしやす、よろしやす。さあ、クラクラしてきました、うん、もう夢をちょっと読んで、ちょっとだよ、うん、終わりにしましょう。うん。静岡県南下のうなぎさん、あざす。よくわかりませんが夢の話です、はい、起きたら知らない家の部屋のどこかにいます。手足は特に縛られていません。周辺にはミニ SD カードとマイクロ SD カードと何か思い出せませんが PSP に差し込んでたやつが何枚も散らばっています。ああ、ジーパンのポケットの中を探ると携帯電話はなく、いつも持ち歩いている飴が何個かと自転車の鍵はありました。一つ飴を食べ、窓から外を見るとここは2階だと分かります。部屋のドアノブをひねり出ようとしますが普通に開いて拍子抜けします。廊下にも人の姿はなく、蝶は
何匹かいますテレパシーを送りますが返事はありません。階段を降りてリビングに寄ると牛がいましたが、テレパシーで以下同文です。玄関も普通にガラガラと開け閉めして外に出ました。そこで夢から覚めました。それでは。すごいテレパシーを試みるのがいいですね、うん、これね。でスーって何事もなく出て終わるっていうだけっていう、うん、何も起こらない、うん、あ、牛がいるのは若干気になりますけど、牛はすごいね。牛なかなか中にいないからね。なかなかいないですね、はい。こちらの SD カード何ギガバイトでしょうか。え、ギガバイト、え512出た。やべえな、マイクロ SD カードで512ギガバイト出ちゃった。あれ、そんなにないか。いただきました。今日は終わりですね。皆さんも夢を見たら送ってください。はい、夢を、あ、この夢なかなかいいなと思ったらですね、一回ちょっと起きまして、うん、反数してください。2回ぐらい反数すると覚えてられます。わかる。メモを書いちゃうと逆にわけわかんない感じになっちゃう。あ、うん、なんか反数すると記憶に定着します。うん、おぬぬめ夢のコーナーでした。はい、終わり。 CM の後はエンディングです。フリースタイルタマジョン始めるぜ。イオシスとタマ音声による東方 MC バトルアレンジ CD まさかの第2弾。怒涛のフリースタイル戦車、拙者が運転者。東方フリースタイルタマジョンレック7、18トラック収録。イオシスショップ、同人誌即売会、同人ショップにてお求めください。わエンディングです。はい。パン食べたことあります？あります。お前は犯罪者だ。パンを規制しろ。やばい。お知らせです。はい。イベントがいろいろありました。EDP かけるサウンドボルテックスフロアアンセムなんとかかんとか学園祭終わりました。はい。非常に盛り上がったようで。お、何より。よかったね。あれは楽しそうなイベントでしたね。アーム、ラフスケッチ、ミサ、イオシスメンバー的には、うん、そのあたりが出演させていただいた、うん、ねえねえ。デザフェスもありました。あ、デザフェスどうでした？楽しかった楽しかった。今回私、あれ言ったっけ、先週も。先週まだやってないですよ、デザフェス。いやいや、あ、そうなんだけどさ、あ、なんていうか、あの、いや、まあそうなんですけど、いや、そのツッコミはすごい正しいすごく正しいツッコミに、正しいけどなんですが、あのデザフェス、私今回ですね、決意を、一つの決意を持って、お、今回参加してきたんですけども、お、やり遂げました。お、今回は全部のブースを見て回ろうと。お、で全部見てきました、うん、ただ2日間かけて全部見てきたので、うん、実際には1日目しか出店してない人とか、うん、2日目しか出店してない人とかいるので、うん、まあ正確には全部は見れてないんですけど、いろいろ参考にしようかなと思って、うん、やりきりました。達成感、うん、次回以降の出店とか、まあ別にデザフェスに限らず、コミケとか M3 とかに出るときのなんか、あの、参考にしようかなと思って、うん、面白かった。デザフェスはやっぱりみんなブース気合入ってて、そうっすね、すごく気合入ってて、まあ
コミケとか M3 だとちょっとブースが狭かったり後ろが狭かったりしてあんまりめちゃくちゃ気合いの入ったことできないとかいろいろあるものの、なんかコミケとかで出るときに応用できるなと思ってですね、そういうことです、そういうことです。でなんか結構人来てくれて、遊びに来てくれて、関係者とか、うん、ミサさんも、うんうん、デザフェス2日目来てましたね。なるほど、うん、いろいろ差し入れをいただいちゃいました。あらら、ありがとうございました。はい、プロ野球ファンの集いもありました。はい、今週末、アポロ第7回あります。イオシスの方でブース出店の登録をしておきました。はい、そして新作過去笑いファックイオシス2017、うん、ご用意しております。はい、今のところ3トラック、うん、この後どんぐらい増えるか、増えるかも、うん、そしてあれですか、アポロの期間中しか、はい、買えない、はい、お、ね、今回も出し惜しみを、はい、内容が内容ですからね買うほどのものでもない、買わなくても、でもアポロの期間しか買えないから、はい、多分100円です。はい、あ、トラック増えたら200円するかもしれません、はい、どっちでもいいや何でもいいやジャケットは去年と同じような感じです。あ、そうですね、はい、多分 PSD ファイルかなんかをこうちょって変えればすぐ完成するんだろうなみたいな、そういうあれですよね、数字を。あ、ところがですね、実は裏話をすると、え、なんですか、裏話ってほどの裏話じゃないんですけど、去年ねファクイオシス2016、はい、出しましたけど、あれイラストレーターで最初データ作ってるんですよ、うん、最初 T シャツだったから、はいで俺あれもうそんな使わないだろうと思って、レイヤー統合してないデータをもうないんですよいや、まあ正確に言うとテキストをアウトラインしたデータしかなくて、2016ってところを2017に変えるのに、あ、これフォントなんだったっけってなって一生懸命フォントを合わせて、あったと思って、なんか有料のなんとかかんとかプロ、うん、覚悟ごしなんとか覚悟しくプロ、なるほど、大変な苦労があるんです。そう、こんなことならちゃんと取っておけばよかったデータを来年だから反省して、来年また2018でやるかもしれないから、うん、ちゃんとアウトラインしないデータ保存しておきましたんで、はい、皆さん私のようにはならないでください使用フォント情報ってなんかこうソフトウェアというかなんかうまいこと保存しておいてほしいよね。ああ、そう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 、アウトラインしちゃっても残っててほしいんですけど、ね、うん、このフォントだよってね、そう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 、あ、ちゃちゃちゃってやって7上乗せればよかったまあそれはね、ピッピッては訂正をしてあ、その方が面白かったなあ、確かにそうすればよかった。アポロございます、はい、38時間ぐらいしか開催されませんので、うん、チェックしてください、はい19日白麗神社歌祭り2日目イオシスバンド出演ございます、うん、バンドです、うん、まあうちの、ね、イオシスバンドもさることながら各サークルかなり趣向を凝らした準備をされているようにツイッター上で見受けられますので、うん、皆さん行ってみてはいかがでしょうか。前売り券がギリギリどうだっけな、だから当日券もちょっとあるとか言ってましたけど分かんないです、うん、ちょっとあるらしいです、うん、新宿レイニーにて行われます。18、19日歌祭りです。19日にイオシスが出演します。物販もございます、うん、イオシス物販もございます、うん、よろしゃす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 、月曜日20日熊牧場あります。11月20日20日、うん、月曜日19時半からイオシス熊牧場あります。あの愉快な新婚の博士さんが行きますそっか、もう博士来るタイミングか。そう、先月30日だったんで、うん、ちょっと早いですね。ね、あ、前売りは完売したのかな。
あ、そう。歌祭りは前売りチケットは完売したようです。おお、素晴らしい。当日券がちょっとあるっていう噂を聞きました。ほうほうほう。なので、来週月曜日はヌルポもやりますので、19時半からくまぼく21時からヌルポということで、お願いします。はい。月曜日です。うん。その先は、25、26はね、奇跡的にこれ何もないんですね。おお。久しぶりに何もないんですね、これ。久しぶりに何もない。すごい。すごい。で、1週空いて、12月2日アルバトロシクスライブございます。はい。はい。こちら前売りはまだ売ってるはず。はずです。はずです。はい。はい。あとね、進撃の話さっきしましたね。はい、進撃。はい、シンデレラ劇場。秋めいてチャンリンシャン。流れてます。嘘です。秋めいてディンドンダン。あ、そうです。ダン、びっくりですね。びっくり、そう、最後にびっくり、はい、皆さん聞いてください。はい、要チェック進撃。それから、先週も言いましたけど、小林優也書き下ろし東方アレンジ楽曲マーメイドダンス14日から配信になってます。お、それから昨日情報出ました16日からサウンドプロテックスでイベントが始まってまして、ラフスケッチ AK 宇野かっこイオシスの、シャープスピーディーキャッツとアームかけるコムソフューチャリングリナーかっこアイブオープニングオープンマイゲートという2曲ヨシス関連の2曲新曲が配信になってます。おお、いきなり情報が出ていきなり配信になったんですよこれ。あ、そうなんだ。そういうこともわーっと出ましたね。ほうほうほう、もうプレイできます。なんかイベントがやってるようです。これかな。それです。縦に長いやつ、画像がかっこいい、すげえ。最近縦に長い画像流行ってるよね。ああ、スマホ用なんだね。 EDP の物販も縦に超長かったような気がする。ああ、スマホ用なんですね。確かにその方が、うん、そうそう、なんか動画コンテンツもさ、縦動画、うん、縦長動画結構出てきててさ、うんうん、そういう、そうそう、そういう流れですよね。縦アニメとかありますよね。ああ、あるね、あるね。あの ジンギスカンのジン君のアニメ、伊沢がこうやってるやつ。はいはいはい、あれが確か全10話ぐらいが配信になってるはずです。お、縦アニメアプリで見るやつ、スマホでね、縦で、はいはい、横にしない。なかなかあれだよね、映像、うん、映像ってもう昔からすると4対3からの16対9で横長っていう固定概念というかね、うんうんうん、あったんでね。あったね。最近ここへ来てなんか変わったね、うん、まさか縦になるとはね。あのあ、ね、デジタルサイネージとか、うんうんうん、街中のあれとかも、ね、まあ縦でさ、うんうん、やってんじゃん。デジタルサイネージ柱とかにピラーとかだとね、特に縦長の方が、うんうんうん、あ、向いたりするんですけど ね。孤独のグルメも縦アニメやってますね。やってやるのかな、やってるのかな。え、そうなの。そうなんですよ、孤独のグルメを縦でやるのアニメ。ほうらしいですよ、ゴロちゃん。ピピミがこう。ピピミは縦アニメ合いそうね。ピピミ。縦アニメ。ピピミ。はいはい。うん、そんな感じ。はい。運動部の話してた。そう。あとね、彩り緑公式ガイドブックセカンドアニバーサリーなんちゃらかんちゃらっていう本が角川さんから。11月6日に出てまして、うん、発売予定かと思ったらもう出てました。お、こちら、彩り緑の原作といえば、うん、マルジョレタスさん。マルジョ、マルジョミタスさん、ピーチョレタスさん、七条レタスさんがですねテキストを書いてるみたいです。お、本、お、要チェック。すごい、角川さん。いや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 、レタスさん、レタスさん頑張ってますな。活躍ですな、活躍金ですな。違うな、違うな。それはちょっと違うな。違うな、活躍してますな。活躍してますな。最近なんか風邪ひいてへばってるみたいですけど。あ、そう。ツイッターを見る限り。あ、本当？大体の情報ツイッター経由で、ね、それはね、イオシスメンバーとかもそれはある。含めてあの人は今日は忙しいのかなと思って、まあツイッターか LINE かみたいな、うん、ですよね。まあ LINE は違うか
LINE はまあ連絡は取りますけど、何かと Twitter のタイムラインちょっとチェックしますよね。そうだね、そういうことはあります。あとは、うん、先ほど言いましたチルノカレープレゼント企画、うん、9名様までプレゼントします、うん、はい、投稿フォームから送ってください、うん、キーワードを書いて送ってください。はい、お願いします。以上です。はい、はあ、疲れたお疲れ様です。11月16日ともなるともうへばってきますよね。ですね。大体なんかあの同人音楽サークルスケジュール的に、はい、春の M3 とゴールデンウィークなんか例大祭もあるしウェーってあるじゃないですか、はい、4月忙しいんですよね、はい、で年後半が、うん、ずっと忙しいんだよねコミケ、フォーローム、秋季例大祭、うん、M3、うん、冬コミ、うん、ずっと忙しいんだよね。そう、あ、11月のこの頃ねもうバテてるんだよねそれは風邪もひきますよね、続かないですわこれ、風邪ひいたらもう治んないもんこれも、うんうんうん、もうダメですわ。そうなりますよ。みかん食べるしかないです。咳飲んど風邪に忖度治るかな治んねえ気がすんなへえ、あと1ヶ月半で今年終わりますから。終わっちゃうね、うん、なんかもう FGO とかでもクリスマスのね、うん、復刻のイベントが始まっちゃったりなんかしたり、お今外0度ですからね札幌。0度ね。0度ちょうどね。雪がチラチラしたりとかしてもうダメだね。そう、冬ですわ。今年終わりですわ。終わるわ。終わるわ。12月にはジャンプを捨てたい徐々に捨てるとかないの？いや、徐々に捨てる方針であったんですが。あ、はい。インスタ映えじゃないや。違う。ツイッター映え。ツイッター映えを考えるとね。考えると一気に。そう。ほう。捨てるのがいいかなと。業者とか。そう、業者に、来てもらおうかなと。ああ、そうです。トラックとかで来てもらって、で5年分のジャンプを、まず縛るのが大変なんですけど、縛らなくてもいいかなみたいな。もしマンションの廃品回収の日に出すんだったら、うん、縛ってあのビニールでスズランテープで縛ってスズランテープで縛って出さなきゃなと思ってるんだけど、業者呼ぶんだったらそのままでもいいかなってちょっと思ってて、ビニール袋入れると楽ですよ。ああ、それでいいの？うん、大きめの。あれは要するにばらけなければいいのでして、はあ、スズランテープの方が邪魔ですよね。はあ、ビニール袋に出してあれかい、うん、廃品回収の日に出しちゃっていいのかな。いいんじゃない。いいかな。雑紙の日でいいんじゃないですか。毎週の雑紙の日はね、あ、違ったっけあれ、なんかね、違うわ、札幌市の話してるよこれあれだね、月1回かな。月1回か2回あります。水曜日、あ、水曜日でうちはうちのマンションはうちの地域は町によって上町名によって違うと思うんですけど、そっか、でもそっか、ビニール袋に入るだけ入れて、じゃあ出そうかな、うん、廃品回収の日に、はい、一応管理人さんに聞いとこうかな、うん、うん、じゃあゴミをジャンプを出してください。出しますよ。そしてね、なんかね、宇野くんがね、宇野夫婦が、はい、最近ジャンプの廃品回収を、廃品回収、違う違ういや、まあなんかそれに近い話になるんだけど、あの僕のヒーローアカデミアっていう漫画、はい、アニメね、単行本派で読んでるんだけど、うん、でもできればジャンプ本誌で、うん、毎週やっぱり最新の読みたいんですけ ど、 なるほど、単行本があれ2ヶ月遅れぐらい、うん、違う、もっとか、もっとか、3もっとか1ヶ月ぐらいですか、ぐらいかな、ずれてるからちょっと今迷っててみたいな話をしてて、今からジャンプ買い始めてもずれがあるから、うん、飛んじゃうとって話をして、じゃあうちにあるジャンプを、うん、じゃあなんか最近の 2,3 ヶ月分をあげるよと
いう話をしているので、焼け石に水ですね5年分でしょ相手はうち5年分あるからみたいな話をしてさでも最近のはじゃあ、うん、布夫妻にあげようと。すごい古いやつだとあのマンダラケとかで売ってますよね、中古。ああ、あります、プレミアムついてありますね。マンダラケ持ってくってだとめんどくさいけど、あ、買い取り10円ぐらいだと思うけどあり得るですけど、駿河屋に送りつける着払いで。ひどいひどい、ダンボール代の方が好きそう。でもね、俺あれだよ、こち亀最終回のジャンプは2冊買った。お、多分プレミアはつかないと思うんだけど。でしょうね、いっぱい出てるからね。プレミアムつくのは何十年前のやつでしょうね、うん、何十年。ジャンプっていつからなんだっけ。ジャンプは相当あるよ。こち亀がでも40周年で終わったから、あ、去年、今年、今年か、今年だから40年以上はある。でなんか復刻ジャンプって最近出してて、へ、なんか印象的な号とか、へえ、第1号じゃないか、あ、なんだっけな、なんかジョジョのすごい始まったところとか、なんかドラゴンボールでクリリンが死んで、うん、悟空が初めてスーパーサイヤ人になる回とか、おー、なんかそういうやつとなんかもう一冊を組み合わせて復刻ジャンプつって出してて、そうでっか、それをあろうことか俺つい買ってしまったこの上さらにジャンプ増やしてどうすんだ増える一方ねえ、さあ社長の家のジャンプは減るんでしょうか、増えるんでしょうか乞うご期待はあ、終わり終わり、2017年11月17日配信第636回ヌルポ放送局をお送りしたのはユーシスの拓也とユウのよしみでした。また来週お会いしましょう。さよなら。この放送はイオシスの提供でお送りしました。なんかクラクラしてきた。はい、あの暖房が、はい、最初つけても全然つかないんだけど、うん、途中から急にやる気を出して、うんうん、ちょっと暑い今。そうだね、うん、止めますか。暑いってほどでもないけどね。いいです、寒いけどねそう、なんかね、あの暖房ね、ほんと毎年そうですけど、まあ古いビルだから ね古いからね、うん、でもこっちのブロックは若干建て増ししたところなので、うん、向こうより新しいはずなんですよ。ああ、向こうはもう築40何年とか、ね、うん、それこそジャンプ並みなんだけど、はいはい、こっちはもうちょっと新しいはず。ああ、ほんと。詳しくは分かりません。そのせいもあるのかもね。なんか、うん、いや、空調端っこっていうのがなんか影響してるらしい。そっかそっか。はい、おつありがとうございます。収録終わりましたが、和骨、和骨、ニコニコ動画のせいだよね。和骨って言葉できたのね。和骨、枠オツ、うん、今だって枠取んないじゃん。取んない、うん、確かに。ウプオツ、ウポツっていうのが昔もともとあってね。ウプっていうかね、アップロードオツ、配信したら自動的にアーカイブされちゃうから、ウプっていうかなんていうかそうだね、うん、時代は変わりました、ね、自動的にウポツされてしまう。だからウポツが和骨になったわけでしょ、あの、うん、日本語の発声の流れとしてはね、うん、和骨。お、ラジオ記事先週のジャンプに挟んでありがとうございます。先週のか、ありがとうございます。先週のか。チャンピオンさんも買ってるんですか。どうなんでしょうね。記事をつ、記事をつ、記ぞつ、記ぞつそういうことですよね。あの、おつあり、音便を取るとね、うん、気卒、おつあり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 、おたり、はいはい。じゃあ帰りますか、それとも帰りますか、それともトラックを取る。あ、忘れてた。あどうしたらいいんでしょうね。どうしたらいいんでしょう。あ、ジャンプ買ってる。おお、ゆうなさんはね、ジャンプ本誌だと乳首が出ないんですけどね、単行本だと乳首が出る。揺らぎそうなゆうなさん、
アニメ化決定どうなることやら。はい、なんだっけ、ビール瓶で殴る話すればいいんだっけ、うん、ビール瓶で都知事を殴ってこのハゲーっつってどうしたらいいんだ、どうしたらいいんだこれは。都知事の会見をすればいいのか、ヌールポ知事の記者会見が始まりますとかって言ってもらって、うんうん、ヌールポ知事の何々ですみたいな感じで、うん、何さんなんでしょうね、何さんなんだ、本物何さんでしたっけ、もう忘れちゃった、もう忘れちゃった名前なんだっけ、あのおばさん名前忘れちゃった、なんだっけ、増添あれ増添さんしか、緑のあのおばさん、小池、あ、小池だ、そうだそうだ、おい小池、違います。そのまま言うとちょっと、うん、あれなので、増添さんの時なんて言ってたっけ？マスモレ。あ、マスモレ。小池。大池、小池、小沼、池、うん沼池違うな籠池小池キング小池キング、コイキング都知事そう、掃除職しちゃう、掃除職ビームいろいろ混ざってる、そうか、記者会見ですっつって、この度絶望の党の党首を辞めることになりましてとかって言って、うん、で都知事は辞めないんですかとかってなんかやじが、うん、入ってやめませんみたいな話で最終的にヒートアップして、はい、やっぱやめますっつって掃除職やっぱやめちゃうんだね掃除職って都知事を掃除職これは台本がいりますねそうですね訳あって辞任ちょっと今日はもうあれかな、もう酸素が足りないから何も出てこないまあかといって明日作るかっていうと多分作らないでしょうね、そうっすね、終わりますけどね、まあなくてもでも終わりますけどねなくてもいいや博士がきっと都知事のネタやってくれるよ、うん、そうだね、うん、そうだよ博士がやってくれる、うん、ネタかぶっちゃうとさ、きっと博士これから撮るんだからそうだよ、しかもヌルポ見てるわけじゃないから博士さ、かぶったらかわいそうだから、そうだね、かぶったらかわいそうだからね博士に任せた。博士よろしく。忖度しとこう、うん。うん。ということです。これね、ありがとうございます。忖度。これなんだっけ、魔界村。魔界村です。これで魔界村ってさ、伝わるのもすごいよね。忖度の忖っていう字が村にちょっと似てるから。本当だ。そういう流れでしょう、きっと。多分。魔界村の魔と卓が似てるんだ。似てますね。似てますね、これね。そうだ。まだれ使ってるから、へえ、そっからの連想でこれができたんでしょうね、作った全然違うけどね、ねこのすんっていうのとまだれはバッチリそのままなんでしょう、ね、なるほどな、うん、忖度すごいね、インターネットいろんな、インターネットってすごいな、ね、いろんな人いますね、さよならさよなら、皆さんおやすみなさい、また来週月曜日です、やります、おやすみなさい。